と、はい、ということうここででどもんにちはパパンチパンチダですよろしくな俺ね癖がこれなんですよ <laughs>。そうだからちょっとあのー、なんか動画とか普段の動画では結構そこカットしてるんですけれどもまああのなんかねあのコロナウイルスで結構不安じゃないですか。俺すごい不安なんですけれども将来も俺本当にねあの収入があの今日の動画でもちょっと言ったんですけれどもあの YouTube の動画の収入収益がすごい減 たんですよ。4月から。うん。3月31日かな。うん。なんかそんぐらいの日からいきなりガクって下がっておかしいなと思ったら他のユーチューバーさんとかもすごい言ってたので、あ、これユーチューブ全体なんだなって。でこのユーチューブの波が。 あの、徐々に徐々に来ると思うんですよ。今日実家にね、あの電話したら、あの、まあ、俺の父親、まだ仕事してるんですけれども、父親の方は、あまり関係ない、そのコロナの影響はあまり関係ない、受けないような仕事だったので、まだそういったものはないとは言ってたんですけれども、いずれ来るかもね、みたいな <laughs>、感じの話をしたんですけれども、まあ、そんな中でやっぱちょっと不安じゃないですか、夜とか。あの、なんかコロナのこと調べたりとかします <laughs> <laughs> まあ人によりますよね。でも俺結構不安なので、まあそういった人もいるのかなということで、えー、まあ大体、あの、ね、あの、 まあこれ動画編集してないのであの基本編集しなければねあの動画多分56本毎日出せると思うんですけれども、まあ、編集好きなんですけれども、まあ、ちょっと今回は編集しないようになんかしたくなっちゃうんですよ、うん、なんか編集あここ編集したいあここ編集したら面白くなるんだろうなみたいな、うん、感じでちょっと思っちゃってそれでなんか編集し,したいなっていうのを抑えて、うん、ちょっとやっ,て <laughs> やっていきたいなと思いますなんかねあの 毎日ほ,ほぼ毎日あの、まあ、コロナが収まるまではちょっとこういった動画とかも出せたらなって思いますその常にかコロナの状況っていうものが変わってくるじゃないですかちょっとスマホ見ていいですか今日のコロナの感染者って何人ぐらいあるの今日は232人ですね東京で新たに約100人の感染を確認と。 国内感染者は4000人を超えたということで、まあ、今日一番の話題っていうのが、あの、非常、非常事態宣言。あ、緊急、緊急事態宣言ですね。はい。ということで、緊急事態宣言が出されるということらしいんですけれども、明日。うん。あの、予定では明日出されるということらしいんですけれども、でもこれは、あんまり変わらないらしくて、うん。なんか髪型がすごいけど。 指示とか出せるんですよね。あの、ちょっとね、映画館とかやめてくださいとかそういう要請からまた指示にちょっと圧力の高まるようなものにはできるんですけれども、でも結局罰金はないので、法律上違法ではないので、指示しかできないということで、そんなに法的措置も出せないので、 まあすごい変わるかって言ったら微妙なところなんですけれども、でも実際に現段階で、あのすごい騒がれている状況で、今閉店したりとか営業時間の削減、うん、ちょっと短めになったりとかそういった企業も現れていて、まあ緊急事態宣言ということで、まあちょっとは変わるのかなって。 っていうのもありますよね。でも外出禁止とか、高速道路とか鉄道とかを封鎖することもできないし、会社で働くことを禁止することもできないということになってるんですけれども、まあ明日、まあ早ければ明日らしいんですけれども、なんかね、やられるらしいんですけど、なんか、なんで今までずっとね、やらなかったんだっていうのもあるんですけれども、何兆円とかの損失とかにもなるんですよね。だから、ね、ちょっと国もちょっと、 ねえ、出しあぐねてたみたいな、そんな感じの話は聞きましたけれども、野党も野党でしっかりしてほしいんだよね。<laughs> いや、なんか、ここは結構なんか自分の意見というか、なんか、うん、って、うん、なりますよ、ね。立憲民主党の枝野さんが3月5日のツイート、枝野さん、現状では緊急事態宣言の条件を満たす状態ではない、状況ではない。 そして今日のツイート、枝野さん、私たちは2月から緊急事態宣言を求めていました。緊急事態宣言の発令の遅きにし、遅、発令遅き絶望したみたいな感じで言ってるらしいけど、3月5日ではまだまだ緊急事態しなくていいんじゃねえとか、そういうこと言うなぁ。ちょっとしっかりしてほしい、本当に。今回のちょっとあの動画の、 タイトル的にはちょっと使わせていただいてると思うんですけれども、あのー、愛知県知事の大村知事ということで、ひどいですよね。わかりますあの、あの、俺、本当にね、あのー、許せないなって思いました。なんか、他の県もいるらしいけどね。てかね、俺、今日ね、確定申告行ってきたんですよ。で、その時に結構高校生いましたよ。 自転、高校生が多かった。やっぱ小学校、中学生とか本当に外出てなかったんですけれども、高校生が自転車こいで、あの、下校中だったんですけれども。うん。なんかね、マスクとかつけないで普通にいて、あ、今、今日学校か、とか。なんかさ、知事ってさ、その県のトップですよね。うん、まあ、それはやっぱ、県民がさ、みんなが選挙で選んだ人だから、あのー、もうしょうがない。それは県民の問題なんですけれども、でも、 これさよくなないですよねそのなんか学校が始まらないと困る大人,大人たちも多分いると思うんですよ。その学校がないってなるとあじゃあ家庭がどうしようみたいな共働きだってなって今日ちょっと休みますって言われたら嫌だから学校行かとりあえず子供たちを学校に行かせたいっていう社長たちとかも多分いると思うんで,でそういった人たちにちょっと学校をやらせてよみたいな大村さんに。 頼んで、わかりました、みたいな感じで言って、それでなんかその頼みを聞いたら選挙に投票してくれる集団の選挙権をもらえるっていうような、そういうメリットもあると思うんで、そっちになんかね、大村さんが言ってるような気はするんですけれども、そもそも、なんかツイッターの問題とかを見たんですけれども、その、ブロックするなよ <laughs>。ブロック。いやなんかね、あの、自分に対して批判的な意見があったりとかしたら、大村さんってめちゃくちゃツイッターブロックしてるらしいんですよ。でも、 なんでその自分の大村知事ですっていうアカウントでブロックするで、なんでエロアカはフォローしてんの、うん、気持ち悪いよ、マジで。本当に。本当に気持ち悪い。うん、本当に気持ち悪いしあん、あのさ、そのブロックしてる人の中にもさ、県民いると思うんですよ、愛知県民が。で、でも、大村さんは愛知県民のためにって言って受かってるんですよね、選挙に。でも、 ツイッターでちょっと批判されたらブロックするんですよねだからその人の意見は聞かないでも選挙では愛知県民のためにって言うんですよねうんそれでエロアカをフォローしてるみたいなうん本当にね矛盾してるし気持ち悪いなって思いますそしてですねあの次はマスク2枚の理由ということなんですけれどもこれですねあの先ほど YouTube の動画を見ましてどれだっけななんかねあの テレ東かかななんかテレ東のチャンネルで見たんですけれども、あのちょっと下,、ね、下の概要欄とかの方にリンク貼っときますけれども、いやちょっとね、面白かった、あのー、動画がありまして、マスク2枚、あこれだ、えー、6時間前に投稿されている、えー、テレビ テレ東ニュースマスク2枚配布の狙いは過去解説という動画なんですけれども、この動画ですね、あの非常にちょっと興味深くてあの、そもそもマスク2枚を配布する理由って皆さん分かりますかそれは、あの多分俺もちょっと批判的なったんですよ。マスク2枚 って何布,布マスクでしょみたいな。布マスク普段使わんしとかすごい思ってたんですけれども、でもなんかね、あの理由的にはそのマスク2枚って決定した人たちの中からちょっと話を聞いたらしいんですよ。このサムネにいる記者,記者さんは。で、そしたらね、あのなんか今薬局とかですごい朝とか並んでるじゃないですか。で、並んでる人って大体おじいちゃんおばあちゃん。 らしいんですよ、ね、その普段仕事してる働いてる人たちはやっぱ並びじゃないじゃないですかとなるとやっぱ結構ね平日昼間でも暇なおじいちゃんおばあちゃんが並ぶとね、そういったおじいちゃんおばあちゃんはやっぱりマスクを買いに来るんとでそのおじいちゃんおばあちゃんたちを家にとにか,とにかく入れたいらしいんですよとにかくその人たちに並んでほしくないと薬局にうんで並ばないかったらやっぱ在庫的にもやっぱ薬局にさマスクが 並ぶわけじゃないですか。薬局とかスーパーとかコンビニとかに。で、そしたらやっぱマスクが、あの、いろんな人に手が、いろんな人の手元に入ると。働いている人たちに。で、それはどうやったらできるのかっていうと、やっぱ布マスクかなっていう話になったらしいんですよ。布マスク。ね。あの、まあやっぱ布マスクって、あの、洗ったら何度でも使えますよって。それがね、あの、 コロナに対してはちょっと良くないんじゃないかっていう意見もあるんですけれども、でも結局最初は批判的でもおじいちゃんおばあちゃんってなんとなく、なんとなくですよ。想像してください。<laughs> なんとなくおじいちゃんおばあちゃんってさ、その布マスクをいただいたら、なんか洗ってさ、なんかつけてるような感覚ありません、うん、あ、これがあるからもう大丈夫だ。はぁ、みたいな感じになるじゃないですか。で、それを決めてるのがなんか、 まあ、やっぱ、県で、国で決めてるから、なんかその、心理学者とかいるのかどうかわからないんですけれども、それの狙いらしいです。うん、っていう話を聞いて、うん、ああ、なるほどな、みたいな。でもこの動画結構良かったですよ。あの、最後の11分ぐらいから、やっぱ、ね、この人が、その、やっぱ、これからは報道っていうものが非常に重要な時代に、はい、今も入っていると。だから、やっぱ自分たちは、あの、正確な情報、あの、その、 なんか表面上だけではなくて中身の部分もちゃんと皆様国民の皆様に伝えていきたいですって言ってておいいなみたいな <laughs> ただやっぱ言ってたのがやっぱ国が言わなすぎるとそういった狙いをでそれわざと言ってないのかもしれないですよねそのおじいちゃんおばあちゃんに薬局に並ばせないようにって言っちゃうとなんかえってなっちゃうじゃないですかおじいちゃんおばあちゃんだからわざと言ってないのかもしれないんですけれども、まあ、そういった狙いということでまあなるほどなって思った。 話でしたただやっぱ送料とかのことを考えると何億円もかかるらしいので、まあ、と,とにかく配りたかったらしいです、うん、とにかくもう早めに配ってそのおじいちゃんおばあちゃんたちに薬局に行かせないと、うん、いうことをしたかったらしいっていう話を聞いてほーって <laughs> はい思いましたということで、えー、パンチパンダの、えー、ちょ今日ちょっと見たコロナのニュースで今日ちょっと感じたコロナのニュースの話でした ということで、だいたいこの時間、だいたい夜中になっちゃうかな、うん、になると思うんですけど、はい、よろしくお願いします。うん、これで今から動画出して、そこから配信とかもしてますので、ぜ、う、ひ、ん、ツイッターとか確認していただければ、基本自分ツイッター派で、まあ、でもインスタグラムもいいんですけれども、なんか宣伝がしづらいくて、ちょっとツイッターやってるので、まあ、 暇な方いたら大体ね、ほんとね、最近ね、マジ昼夜逆転してるから夜更かし組になってるんですけれども、うん、大体なんか夜中配信してます。<laughs> はい、ということで、えー、パンチパンダでした。じゃあ、もしよかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。明日はどんなコロナニュースが待ってるのでしょうか。じゃあ、大村本当に。